便利グッズの方を紹介したいと思います。ですね、それはですね、よく100円ショップ等に売ってます、この滑り止めシート、こちらの方私よく使っています。で、使い方はですね、まず桟橋とかに餌ボールを置いたりすると思うんですけど、そういった時に片手でこうかき混ぜようとすると結構こうボールが動いてしまうことが多いと思うんですね。そういった時にですね、この滑り止めシート、私あんまり大きいまんまでもいいと思うんですけど、大体私22センチ×22センチにカットしてまして、そのカットしたものをこう下に敷いていただいて、その上に餌ボールを置くとですね、こう結構滑りにくくなって片手でもこうかき混ぜやすくなります。それなので、もう本当最近私はもう大体この滑り止めシートを置いて、その上に餌ボールを置いてこう使うようにしています。このように敷いていただいて、この上にそうですね、餌ボールを置いていただければこうかき混ぜやすくなります。ずれません。で、大体右手で竿を持ってて、浮きを見ながら、本当片手でこう手水を打ってかき回せることが多いと思うので、非常に本当にこれを使用すると、餌ボールが動かなくてかき回せやすくなりますので、ぜひ皆さんも試してみてください。で、あとこの滑り止めシートのもう一つの使い方なんですが、よく簡単とこう絞り出す絞り器あると思うんですが、これもちょっと桟橋の上にこう直接置くと結構こう絞り出す時にこうずれてしまったりすると思うんですね。そういった時に、これもこの滑り止めシートを下に置いていただいて、この絞り器を置いていただくと結構しっかり固定してあまりずれにくくなるんで、この簡単の絞り器なんかもこれを下に敷いていただくとずれなくてすごいこう絞りやすくなると思います。ぜひこちらの方も試してみてください。